はい、皆さんこんにちは。魔法を信じる会の時間です。どうも。はい、はい、実はですね、今回2つ3つの話題をやりたいんですが、その前に1つだけちょっとこれ悲しいね、お知らせで、訃報をちょっと言わなきゃいけなくなりました。やっぱりマジックキャッスルのプリンセスと言われたね、79歳、で、アイリン・ラーセンが永眠されました。はい、この人は、まあ、日本では間違った認識でプリンセス専攻のアメリカのお母さんって言ってるけど、誰そいつって言われてましたんでね、まあ関係ないですけど、プリンセス専攻言いかけなくちゃいけないよ、みんなマジシャンにとってはみんなお母さんって呼びたい人、だけど本当に僕はね、人生の中で彼女との出会いっていうのはすごく大きいんで、最後にもうハグしたのがほんのちょっと前だったんでね、もう悲しい。でその話も含めて、あと日本での活動ね、これから夏のことも含めて今回ちょっと行ってみたいと思いますので、魔法を信じる会、まずはね、アイリンのお話ね、思い出から語ってみたいと思います。ミュウちゃんも一応ね、会ったこともちゃんとね、仲良く話したこともあるということで、行ってみたいと思います。それでは魔法を信じる会です。突然でびっくりでしたね。突然だったね。突然フェイスブックの中に、ね、アイリンの写真がいっぱい流れ始めたんだ、うん、木曜日だから25日の木曜日、2月、うん、記録としては2016年2月25日木曜日です。朝ね、朝なんかお家の中で静かに息を引き取ったって、うん、自然に死んでたんでしょ、だから逆言えば、みたいな、静かに、ね、だから前日までは別に何でもなくて、そんな兆候もなくて、病院も行く必要もなくて、気がついたらっていう、まあだからまあ、幸せな死に方って言ってあげた方がいいのかな、でね、アイリーンはね、俺が一番最初にマジックキャッスルに入ったその日から知ってんだよ。でこれ前も話したんだけど、僕の恩人っていうのは、まあ何人かいるんだけど、アメリカでは、まあ、その最初にアメリカで僕を引っ張り込んでくれた、ウィリアム・ラーセン、ビル・ラーセンね、今のミルトのお兄さん、もちろんミルト、そしてアイリーンなんですよ。でキャッスルに初めて行った時にもうあんまり楽しくて帰りたくなくなるって誰でもそうなんだよね。で俺なんか特に一人でしょ、なんとかして入ったんだ、その時入りづらくて、要するに入れてくれないのよ、会員制クラブだから。それで、まあ、前にもちょっと話したことがあるんだけど、すごくあるマジックショップでお金使ってゲストカード1枚だけもらって、それで入った。でゲストカード渡しちゃうから、もうこれで二度と戻れないのかなと思って、悲しくね、あ帰れないなって閉店までずっといたんだ、深夜2時ぐらいまで。でキャッスル電気ついちゃったんだ。そうしたら、従業員が来るわけじゃなくて、紳士と淑女が2人やってきて、どうされました？いやだから僕は正直言ったの、その当時ね、拙い英語でね、こんな素晴らしいところを帰ったらもう二度と入れないかと思うと、悲しくても腰が立たないんです、そしたらビル・ラーセンとアイリーンが寄り添いながら、そんなあなたみたいな人たちにいつでも来てもらうからということで、名刺をもらったのがビル・ラーセンの名刺で、その奥さんがアイリーンだった。でもすごいタイミングだったね、たまたまいたんだよね。そう、でそれいつもいるわけで、そうなんだよ。それからアイリーンとはさ、なぜか知らないけどキャッスルですごく仲良くなって、いつもほらもうキャッスルで来ると一緒に飲んで話して、キャッスルの中でね、普通に体いいよ、ここで私がいいんだから写真撮っちゃってって、一緒に写真撮ったりとか、本当に素敵な人だった。で娘と孫がいて、娘はエリカ・ラーセン、今のマジキャスの社長ね、でアイリン・ラーセンというのはアイドルマジシャンでキャッスルにも出てるんだけど、リバティ・ラーセンね、でリバティとエリカっていうのはどっちかというとお父さんにで、やっぱりやり手のガリガリチェキチェキしてる、だからお姫様は本当はなんだろう、リバティ・ラーセンのはずなんだけど、そうじゃないんだ、アイリンのお姫様なんだよね、本当にね、なんか立ち振る舞いがそう、79歳のおばあちゃんなのに、もうクイーンじゃないんだよね、クイーンじゃないんだよね、すごい素敵な人だった、立ち振る舞いがね、やっぱりお姫様、まあそんなわけでね、残念だけどこの話をねちょっとしておきたかったんで、今献花台じゃないけど、写真とあれがね手向けられてて、ちゃんと浸透式に柏で打って、俺ねちゃんとねあれしてきたんで、お参りしといたんだけど、まあ残念だって話でした。でまあくよくよしててもしょうがない、あとはミルトにもっとね、あとはマーク・ユリソンとか、もっと高齢がいるからずっと長生きしてほしいなって気持ちはいつも持ってますよ。だから寿命って仕方がないんだけど、歴史の中で今まで俺バーノンから含めていろんな人間をさ、ラリー・ジェングスもみんなね、最近だとディン・ディールとか、もういっぱいいろんな人間、エイモス・レスコビッチとかお見送りしちゃってるんだ。で必ずみんな自分の番が来るんだけども、やっぱり心に残してどうすればその人たちをつないでいけるかっていうことを真剣に考えていかなきゃいけないなっていう気がしましたね。そうね、歴史が一個終わっちゃった感じだから、終わった、完全に終わったね、これ歴史はね、あとはミルト頼むよ、ミルトがいなくなったらもう、マジックキャスルってなくなっちゃうからね、そんな気がする、まあそんな話もね、しましたけど、もう一つ二つ話ししなきゃいけないのは、今年3月僕があります、
はい、うん、で3月帰って今度は帰るというかもうずっと毎日がレクチャーとショーみたいな形で、すごい、台湾ね、台湾マークリーも来るって言ってるんだけど、そう本当かなやつな、うん、だから台湾とあとフィリピンも行くね、それで、仙台のレクチャーっていうのはこれ今回の一番僕の大きいもので合宿もありますけど、一つ言えてることは全部違うものをやります基本的には。あ、台湾とフィリピンは同じものね、うん、あのアジアツアーの同じ場所だから、うん、違うことやっちゃうと次にパズルができなくなるから。あ、そうだね、うん、だけど東京で受けた人たちとか東京の合宿受けた人たち、うん、で仙台のレクチャー受けた人たち全部の内容違う、うん、でショーもそうで、うん、と17日に千住で集まりがあるのかな、うん、で18日にモデラート、この時も内容が違うし、うん、あと、お土産が違います。お土産、うん、そうお土産が違う。でお土産に実は DVD をいくつか作りまして、はい、メキシコ大会の DVD 全部用ね、はい、入ってるやつを、はい、あと初心者のマジックと、ね、うん、初心者がやるための MOD の体験マジック、あでその中には特別一般の人じゃなくてマニアに OK なように、クローズアップシンプル徹底解説入れた。あ、すごい、ね、すごいこれ初めてだからね、うん、だそんなような、ね、形の啓蒙活動してます、はい、で啓蒙活動ってどういうことかって言ったら、やっぱりこれからもっともっとマジシャンたちまたはマジックを知ってもらいたくて、うん、でマジックの世界を良くしていきたい、うん、閉鎖的なマジックってちっとも良くなくて、そうだから種明かしに怯えないような、覚えたね、怯えないような実力をのマジシャンたちを育てたいってとこから来てるんだ、はい、うん、それでね、今回そういうような形で私が行った時に絡んでくれた人っていうのはみんないろんな素敵なそういうようなプレゼントも考えてるわけだし、はい、うん、で実は夏に向けて大きいことをやろうと思っています。夏、実は竹内さんというね自分の北海道の友達が、はいはい、まあ要するにワンデーコンベンションもやるってところから、うん、今回は MOJ をこっちで作るのやめたんだ。本当はね MOJ と同じようなものを要するに千葉でやろうかっていう話で天川さんと進めてたんだけど、うん、やっぱりそんなに簡単にねできるもんじゃないし、まあ、天川さんに仕切ってもらうんだったら難しいし、だったら今年はそのワンデーコンベンションにクリストファートをね、うん、があの行くんで、うん、まあ、すげえ仲いいじゃないクリストファートは、うん、だからそれも含めてねちょっと、うん、みんなでね仕掛けようということで、でトニー・ペッカー、これすごいマジなんです。メキシコの優勝した男の子ね、あれを連れていく形で考えてる、うん、でそれ以外にもね何人か連れていこうかなと思ってるんで、 MOJ の会員さんたちをねみんな頑張って総動員してキングダムのメンバーを増やして、各支部各支部5人集まれば支部としてみんな懇談会とかオフ会できるじゃん、そういったら連れて、そっか、そうだ、外体で呼べるんだね、うん、で僕ね正直言ってね JCMA さん好きじゃないんですよ、はっきり言っちゃうけど、うん、これ申し訳ないけど、で理由は簡単で、あれクローズアップでしょ、ね、クローズアップなのにじゃあ誰がクローズアップを仕切って教えてるかってことにすごく疑問感じるの。あ、うん、だから僕は日本人でクローズアップできる人がやっぱりやるべきじゃないかと思うんだけど、それはそうだ、ね、どっちにも当てはまらないあの団体は、だから若い子たちがいるときに先端が JCMA と日本基督教会しかないっていうのはかわいそうだと思う。そうだね、うん、だから僕はねどっちも疑問があるんで、うん、だったらこの MOJ とキングダムの組織を、頑張って支部として頑張ってね大きくするために、ね、ダンディグッチさん名古屋地区ね、はい、ブンブンね、ブンブン君これも名古屋地区、この2人に頑張って会員を増やしてもらおうと思った、はい、あと仙台は渡辺君と曽我君ね、はい、左近君と曽我君に、ね、お願いしてとか、はい、それで北海道は飯浜君、はい、うん、まあとにかくまず飯浜君仕切りだな、ね、最後でしたからね、うん、はい、そういう形で、一時期まあそうだね、まあ、九州もやりたいんだけど、まあとにかくこの3カ所っていうのは付き合いが深いから、うんうん、だからここに対して力を入れてもらって、少なくとも夏はこの年にスペシャルゲストを連れて行ってね、なんで俺がスペシャルゲストかって、俺の目利きって絶対間違ってないでしょ、うん、今までね間違ってない、うん、日本に連れてったやつはみんな絶対成功してる、まあ、デビューから始まってなんだけど、うん、だからこれを今度逆に俺が世界に連れていくとき、サイクロン Z で成功したでしょこの間メキシコ、うん、と同じようにモッチサイクロン若葉ちゃんとかこのグループでまた仕上げる、一つ作ってチームを作って世界に売る、そのためにもこの MOJ って組織がまたはね、うん、キングダムって組織が機能してくれないといけないんだよ、うん、じゃないとこんな安いね、安い、ごめんなさい、安いんです、一応1年間1万5000円の会費であれだけの労力を作って俺がやってるってすごいね。毎月ちゃんとね、あれが解放が、うん。もっともっとね、みんなが参加して、ね、もっともっと良いマジックのそのグループに仕上げていきたいっていうのが本音なんだな。そうだね。やっぱり世界から見ると、うん、日本のマジックって違ったもんなんだよね。全然違うんだよ。うん、だから日本ってテレビ主流になっちゃうから、うん、日本でいいって言われてる人は実は海外で全然知られてないというか、ね、全然用がないね。うん、私の方が有名なぐらいというか。そうそう、ね、まあ、簡単に言えばそうだね。だって男性女性合わせて日本人ったら俺とみゆちゃんだもんね、どう考えたって、うん、
はっきり言ってやっぱりアメリカのキャッスルでとかアメリカでの俺の評価ってすごく高いじゃない、うん、まあ世界でも高いから今回ツアーが高いね。やっぱり世界ツアーに回れない人数の伸びさ全然良かった。その通りだな。さあ、そんなこと言ったら時間になっちゃったよ、はいね、また来週です。頑張りましょう。よろしく、はい。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。